皆さんこんにちは。武田邦彦非公式ブログへようこそ。本日お送りするのはアメリカ大統領選の行方です。解説は京都大学の藤井聡先生です。それでは動画をご覧ください。まさにこれからね、アメリカの大統領選挙が始まる、投開票が始まるところなんですよね。でおそらく状況としては6日の昼過ぎぐらいに、なんとなく情勢が見えてくるんじゃないかなんてことも、言われてるんですけれども、今のところ言われてるのはすごい両者拮抗しててね、どっちが勝つかわからんと、史上まれに見る混戦だなんていう人もいたりするんですけれども、それを考えるとですね、結構こう最終的な結論が出るまで結構時間がかかるかもしれんということですよね。過去にもそういうこともありましたもんね、だから明日の昼でもちょっとわからないところもあるかもしれないというところなんですけど、この段階でですね、トランプが勝ったらどうなるかとか、それかこのハリスが勝ったらどうなるかっていうことも含めてですね、この大統領選挙の結果で世界の、アメリカの政治が当然変わるわけですけれども、世界の政治も変わって、で日本の影響というのも全然違ってくるだろうっていうところがあるので、そこをですね、川端さんと一緒にこう、解説してみたいなと思ってるところなんですけど、どうですかこの状況について川端さん思うところがあれば。そうですね、どっちが勝ったらどうなるっていうのは、アメリカ政治とか国際政治の専門家ではないので詳しいことは分かりませんけれども、確実に言えるのはトランプが勝った場合の方がとにかく、なんかレジムが変わる感じというかね、その変化が大きいっていうことは間違いないわけですね。でハリスの場合は、ハリスにどのぐらいそのアメリカ大統領としての資質があるかっていうのは、いろいろあると思うんですけれども、なんか物事が大きく変わるというわけではトランプに比べれば、ないでしょうと、民主党だからバイデンさんのそのままの流れを継ぐと、バイデンさんが降りたので急遽副大統領として上がったわけですから、それはもうバイデン政治を踏襲するということなんですからね。でトランプっていうのは前大統領やってた時もそうでしたけど、かなり手荒なというか荒っぽい方法で、しかもアメリカ第一主義ですから、要するにアメリカから見た保護貿易ですよね、みたいな方針が強くなるとか、あと安全保障に関して言えば、これは前に大統領やってた時からそうですけど、比較的日本に独自の、防衛力を、お前ら自分でもう守ってくれよという度合いが、これまでより強くなるっていう意味で結構どっちも日本にとって結構影響はでかいですよね。でかいですよね。で難しいのが、なんていうかな、指導者のタイプとしては、我々多分藤井先生もそうだと思いますけれども、トランプのような人がね、世界の指導者の中に入ってくることを、やっぱちょっと歓迎するところがある。今のところはね、心情的にね、世の中が腐ってるのでね。ですよね、世界の中枢が腐ってるの、アメリカの政治も腐ってるので。そうなんですよね。トランプが人気ないのはめちゃくちゃよう分かりますけど、ああいう人が本来政治家であるべきではないっていうのは100も承知で、その上で、でもここまで腐り切った政治をやらかしとるんやったら、日本もね、ホワイトハウスも、でも官邸もホワイトハウスも、石破も岸田も、これからもうバイデンもハリスも腐ったことやり倒してるんやったら、トランプで別に天国に上るとは1ミリも思わないけれども、この腐った状況というものに対して一石を投じるためにも、刺激物として若干トランプが入ってもいいんじゃないかという気分はあると。ですよね。なんかやっぱりなんか歴史的な正当性があるような気がしてしまうところがちょっとある。あそこまで腐ってたら、そうですね、トランプにすら歴史的正当性が伸びるのではないかと。特にあの人って要はアメリカの、要するにサイレントマジョリティの声でっていうところが強いんで、それは正しさっていうのはあるだろうと。ただ日本の国益って考えた時に、我々にとって幸せかどうかっていうのは結構疑問ではありますね。その関税を引き上げて、要するに輸入を減らすとかっていうふうになると、我々としては痛みがあるかもしれないので、軍事費だってもっと上げろって言ってくるかもしれないし、だから良くも悪くも大きな変化がありそうっていうのが、そうですよね、ポイントですかね。で、っていうのが大きなビッグピクチャーで、それはもう僕も完全にそう思うんですけれども、どっちが勝つかっていうところで、今現在さまつのことをね、考えると、ペンシルベニアでトランプの方が優勢じゃないかなんてことが言われてて、ニュースなんかで言われてる話でいくと、トランプに分がありそうな気はするんですよね。でもともとハリス、全然トランプが暗殺未遂を受けて優勢だったところ、バイデンが、ご高齢でしんどいってなってたところ、ハリスになってちょっと一回跳ねむんで、一回逆転を
したんですけれども、今またそのハネムーン期間が終わって、もうハリスっていうのはめちゃくちゃ評判の悪い政治家だったので、副大統領候補としてもう最低だと、もうこんなの総理あの大統領だったら最悪ですぜとほぼほぼみんなが言ってたところ、まあトランプが嫌なので嫌なので、まあちょっととりあえずみんなそれ目つぶって、まあハリスの嫌なとこ言わなかった言わずに、まあ、メディアの中心の人はトランプもやめろやめろとこう言ってたわけですけれども、でもやっぱりもう包み隠しきれないぐらい嫌な女なのでと一般的に言われているので、まあ、だんだんバレてきて、でトランプがまたこう上ってきてるっていう勢いを考えると、まあ不正なんかがなければ普通にトランプになるんじゃないかというふうにも、まあ、思うんですよね。まあ、ただもちろんこの接戦なのでわからないし、で一般的に言われてるのは、支持トランプを支持しているのはそのトランプ信者みたいなのも、まあ、いるので、まあ、いわばその組織票に近いようなコアなキャプティブ層ってこう言いますけども、コアな票がいる一方、一般の薄は前気分では、まあ、トランプちょっと嫌やなって気分もあるので、投票率が高ければトランプに分が悪くてハリスが分がいいなんてことが言われてるんですけど、一般的なアンケート調査でもトランプが若干勝ってるっていう結果から見ると、うん、まあトランプ勝つん違うかなというふうにも思うと、うん、でさらにこの間僕の友人のカナダ人が日本に来てて、この間うち来て、まあ、広島にしゃぶってて、まあ、なかなか気のいいやつなので、まあ、喧嘩になることもないんだけど、まあトランプ勝ってもいいよなとか言ってもすごい、それはダメだよとかって笑いながらすごい怒り出して、まあ、これがもう一般的なアメリカ人というかカナダ人だからアメリカ人ではないんですけれども、まあ、トランプに対するアレルギーっていうのは当然ながら、まあ、あるんだろうなと思う一方で、ディープステートに宣戦布告なんてことをこうトランプが、まあ、言ってて、でこれはディープステートっていうのは次 の, この 反欧米論の次の特集がディープステート論を超えてっていう意味で、うん、まあ、ディープステートの権力を動かす権力の構造っていう、その、まあ、ディープステートとは一線を画しながらでも、まあ、官邸とかホワイトハウスの裏側に悪いやつがいっぱいおってそいつが動かしてるっていう構図はあるんですよってこう論じてるわけですけど、まあ、それを分かりやすくディープステートって呼んでるだけだとすると、トランプが言ってるのはまあまあそういう権力を動かす汚い権力があってそれと俺は戦うんだって言ってて、それに対するシンパシーはアメリカの中でめっちゃあるっていうことなんですよね。で、まあ、だからそれをこうインテリ層はディープステートなんて言ってもトランプってバカだよな、トランプ支持者も本当バカしかいねえよなとかって言われているんですけれども、このね、なんていうかディープステート論に見るアメリカ国民の潜在意識をね無視しちゃいかんと思いますし、仮にハリスが勝ったとしてもこのディープステート論に象徴される権力を動かす裏の汚いなんか私利私欲にまみれた金と権力にまみれた、そういう政治に対するその潜在的な恨み憤りというものは決してポピュリズムとかって言って切って捨てていいようなものではなくて、これについて落とし前をつけない限りアメリカの政治が前に進むということはきっとないだろうなとも思いますよね。なんかその気持ちをこう成仏させるにはトランプがあるんじゃないかとも言われてるんだけれども、まあなんつっても常識がある人とも思えないので、まあ、何するかわからないですね。何するかわからないというところもあるので、まあちょっと荒療治でもあるなというふうにも思うんですね。でこれはさらにちょっとベラベラ喋って申し訳ないですけど、もう日本の政治ともすごく今似てて、とにかく岸田石破はもうヘドが出るほど嫌いなわけです今の日本人は。で野田のこともヘドが出るほど嫌いで、で玉城ってやつ誰かよう知らんし、何というかよう知らんし、で山本太郎もよう分からんし、神谷総理もよう分からんし、百田にいたってもうなんか政治家かどうかもよう分からんけれども、そういう人たちがすごく何百万票も票を増やして自公がすごく票を減らし、で立民ですら比例票ではほとんど横ばいなんですから、こんだけ追い風があるにもかかわらず、でそうなったら全員少数与党になってしまって政治がどうなるか分からず停滞するというリスクがあるんだけども、それ以上に石破がキモい、自民がキモいと思っている日本人の心情と
トランプって何するかよう分からんけど、それ以上にバイデンとか LGBT とか共和党とかのリベラルのやつらの希望さはたまらんと思ってる気持ちがすごくあるっていう点で、すごく似てるなとは思うんですよね。そうですね。だから確かに、うん、まあ、言われてみればだから、うん、まあ、これからどっち勝つか分からないですけど、うん、トランプが仮に負けたとしてもですよ、うんうん、負けたとしても、うん、前回まあ意外な勝ち方をして、うん、で一気で終わってしまって、うん、終わると思ってたら、うん、またトランプが出てきてね、これだけ接戦を繰り広げてるっていうこと自体、うん、何かそのそ、まあ、アメリカの庶民の叫び声のようなものがね、うん、そこにすでに聞こえてるわけですよね、うんうん、でまあ、日本はおそらくそれに比べればまだあんま聞こえてない感じですね。めっちゃぬるい聞こえてない感じ。そのトランプほどの人間が あんなあんまらかしい人間は、うん、を大統領にするかしないかを争うほどはまだ叫べてないのが、うんうん、日本人だと思いますけど、うん、そこでまあちょっとアメリカと日本の温度差感じるところはあるんですが、うん、でもやっぱりそのなんていうんですかね、これまでの支配層のやってきた政治に対する、うん、まあそうですね、ポピュリズム、まあ、ポピュリズムっていうのは確かに冷静じゃないところもあるし、間違ったところもたくさんあるんだけれども、うんうん、政治的哲学的にも、まあ、一般論として嫌われてるところはあるんですけども、政治哲学的にすら肯定されることだったわけですからね。そうですね、うん、なんか、うん、そのことの重みをやっぱりきちんとなんていうか受け止める必要はあるだろうと。だから仮に負けたとしても、うん、トランプのこのまあなんか前線というかね、うん、応援してるわけでもないんで、うん、そういう言い方するのもあれなんですけど、うんうん、前線はやっぱりなんか歴史が動いてるぞっていうことをやっぱり僕ら考えるべきだと思いますね。これで仮にハリスが勝つようなことがまかり間違ってあったとしたら、気持ちとしてですよ、うん、まあ、時計の針はまあ、またちょっとなかなか進まない、まあ、ある種の無力感ですよね。無力感になって、それは潜在的にものすごい何か闇の潜在的なエネルギーを貯めることに、それはこの間高市さんが石破さんに負けた無力感に近いものがあります。いや、そっくりですね、かなりね、うん、でそれはあり得るんですよ。ただあの時高市さんが敗れたのは、まあ、ぶっちゃけアメリカとか中国共産党とか財務省とかその権力を動かす権力が暗躍して、それに乗っかる岸田やら菅やら石破がおって、まあ、我々の民意が歪められたっていうことですから、やっぱり我々スレイブ奴隷の立場だったからね、選挙に負けたとも言えるけれども、アメリカはどっかの国のスレイブでもないので、まあ、その確率は低いかもしれないですね。ただグローバル資本主義のスレイブ奴隷でもあるので、ディープステートのね、ディープステートっていうところの ね、ただでもなんか日本の場合はディープステートとともにその普通の宗主国があったので、そこにこう宗主国アメリカとね、その、うん、作法体制の中国がいるのでやられたっていうのも、まあ、あるので、まあ日本よりは幾分希望がその点ではあるかもしれない。そうですね。さて、いかがでしたでしょうか。アメリカの新しい大統領がついに決まります。トランプさんの方が今の腐った政治をぶっ壊してくれそうな感じはありますよね。以上、武田邦彦非公式ブログでした。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。